はい、ええー、とかんぴょ整体院の辰巳です。で、えー、と今日はあの膝がね。ちょっと痛い。あの人とか膝の曲げ伸ばしがちょっとうまくあのやりにくいって人にちょっとおすすめの、えー、と膝のねおさ。お皿を動かす運動っていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。で、えー、とまずね。あのまあ、まあ、膝ね。あのあるんですけどもまあ 膝が、膝があって、ほんでお皿がね、これお皿やとしたら、曲げ伸ばしするときに、まあ膝のお皿っていうのは、まあスムーズにこうね、動くんですけど、これが、この動きが悪いと膝の曲げ伸ばしっていうのが、まあ曲げ、曲げたときに膝がね、こう、膝のこのお皿が動けへんかったら、ちょっとやっぱギクシャクしやすくなるので、だから、えと、ー、それをね、あの、スムーズに、あの、生かせる運動っていうのを、ちょっと紹介していきますんで、ほんでまあ、あの、普通に、 地べたでもいいんで、ね、まっすぐね、伸ばしてもらって、で、えっ、ー、と、そのまま、こう、膝をやろうと思ったら、あの、結構、まあ、ま、あのー、僕みたいなお腹がね、出っ張ってるとか、体が硬い人は、ちょっと難しいから、この、あの、反対側の膝を、下っかに入れてください。こうね、下っかに入れてあげるね。はい。そうすると、あのー、非常に、膝がね、若干曲がって、持ちやすいポジションになるので、 ね、でそれで、えー、とここに膝のお皿がありますのでお皿を囲ってあげてくださいこうね囲ってあげるね、はい、でこの状態で、えー、と上下に30回ぐらいちょっとねあの揺さぶってあげてください1234567891012345678910 12345678910ねはいでこれをちょっと今,今ちょっとゆっくりやったんやけどもこれをできたらちょっと素早くね123456789101234567891012345678910こういった形で、えー、とやってもらってほんでもしこれがねやりにくかったら手のひらね 手のひらをちょっと軽く押さえて上下に揺さぶってもらってもあの膝の動きっていうのはつきやすくなるので,でこれをねやってもらうとわりかしねあの膝がスムーズに曲げ伸ばしできたりとか、まあ、しゃがんで立ってっていうのが、まあ、やりやすくちょっとなってくるので,でこれやってなんか効果出るなと思ったら続けてみてください。はい以上です